Good morning, folks. This is Geek Vanilla, Yokohama City, Japan. Welcome to Daily Conversations again to you. Today, I'll show you something about Japanese.Several minutes ago, I had been watching one of his video clips, video diary number 02134, 10% of Nihilism. なかなかいい番組ですからね、ご覧になってください。日本人の皆さん、ぜひご覧になってくださいね。林浩、ビデオダイアリー、02134、10% of Nihilism。人に正しくしようか、優しくしようか、迷ったら、優しくしなさい。人に優しくすることはいつも正しいことです。ブッダ、バイ、ヒロシ、ハヤシ。ハーママツ、スイリージャパン。OK? ハヤシ、ヒロシ先生、ご覧になってくださいよ。人間の格がね、3枚ぐらい、桂馬の高飛びぐらいにね、上等になりますから。ね、ぜひ脳みそを足してくださいね。まあ、それはそれでおしまい。ね。今回のね、射殺事件あったでしょ ?Murdered by the handmade shotguns。ね、すごいよね、なんか、押収した武器を見たらさ、こう、発射する筒がいくつもついてて、ボンって撃つといっぺんに、6本だか7本だか8本だか いっぺんに弾が飛ぶんだね。それを犯行に使ったんだか知んないけど、押収した銃にはね、自宅で押収したのかね。あれ全然興味ないからさ、ほとんど見ないけどね。皆さんはね、シーンにご覧になってんでしょ、ね、ハントヤガバメントさんの紹介も何かとかしてると思うんですが、あそこでね、詳しく、ハントヤガバメント、ね、チャンネルネーム、YouTube チャンネルネーム、わかりましたよ、もっとやるとか、ハントヤガバメント、One of his video clips、タイロ、中杉ひろし、日本をかき回す勢力1-2、統一教会系朝鮮人の野望とキリスト教、わかりましたよ、とその他の宗教の嘘ね。これは2018年の春頃ね、7万いっぺんに出されたことがあるんですよ。そういう系のね、ばっかりが。どういう系調べてね。その時に、ハントヤガバメントさんっていう方が、3人の方をね、オムニバスにして、30分ぐらいで、1時間20分ぐらいの番組、ね、ご覧になってください。中杉博士、日本をかき回す勢力1-2、統一教会系朝鮮人の野望とキリスト教とその他の宗教の嘘、ね、
最初はあの女性の方が30分ほど。で、真ん中が林博先生がやっぱり30分ほど。で、最後は、あの、中杉博先生が30分ほど。ね。この、中杉博先生がお話になってるのは、あの、靴沢良二さんという方の、あの、YouTube チャンネルに、あの、ご出演なさって、トーク番組なんですよね。の、いくつかあるトーク番組の中の一つです。あ、で、私が一番好きなのはね、そのシリーズの中でね、アントエガバメントさんじゃないよ、あの、靴沢良二さんのね、あの、靴沢良二さんもされちゃいましたからね。あの、それであの、2018年ね。で、その中で一番好きだったのはね、あの、生麦のね、ご近所、ちょっと行くとね、ある、生麦の、あの、電車事故でね、あの、こう、それをこうね、あの回が一番大好き。あの回大好き。俺さ、このコピーの仕方わかんないからさ、なんか YouTube の動画をまるまるコピーできるんでしょ、他人の。なんか知んないけどさ、あれはもう一遍聞きたいね。何度でも聞きたい。うん。あれは面白いね。中杉博さん先生がね、俺んちは生麦町何番地、やつんちは生麦町何番地って話。ね、あれは画期的に面白いね。で、そのね、あの、ハントヤガバメントさんの話に戻るんですけど、ハントヤガバメントさんって方が、その2018年にね、あの、3月だか4月頃ね、斜めされた時に、あ、この番組とこの番組はいいから、あの、後世に残したいなっていうんで、そのオムニバスにね、女性の方、林博先生、中杉博先生、ね、全部で、1時間20分かそこら、うん、面白いですよ。本当に面白い。全部キリスト教のこと、あの、女性の方もキリスト教のこと、ほんで林博先生もキリスト教のことね。で、長杉博先生はあの統一教会ね、朝鮮人の野望。今ちょうどシーズン竹縄でしょ、ご覧になってください。脳みそうんとさせますからね。で、あの、私のブログの方には、過去ね、もう10回ぐらいね、あの、ハントヤガバメントさんのね、その、中杉博士、日本をかき回す勢力、1-2、統一教会系朝鮮人の野望と、キリスト教と、その他の宗教の嘘。なかなか面白いですよ、これ。本当に面白いですからね。ぜひご覧になってくださいね。で、今日はね、あの、このぐらいでやめとこうかね。Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? I couldn't know it. But it's goodbye. July. おじいちゃんはね、日付言うのに、ってダーッとなっちゃうの。ね、あなたも必ずなりますよ、70近くになってね。ね。必ずなりますから。1000人いたらね、1200人ぐらいはなりますよ。うん。数字があってな、いいじゃん、ヨタ話なんだからさ、根拠ないんだから、嘘じゃないよ。大概、猛力すんでしょ、人間年取ると。猛力しない人もいるよね。あの、猛力してないのに嘘ばっかり言ってる人もいるじゃん、ご近所から。ね。ジュライ。ジュライ。The 14th, 2022. Thursday.Morning, 8:34.
4 a.m. そういうことでご覧になってくださいね。今日は林浩先生のビデオダイアリーナンバー02134 10% of Nihilism。 教育の世界ではね、昔から言われてるんだってね。金八先生のこともおっしゃってましたよ。金八先生好きな人はぜひご覧になってくださいね俺金八先生一度も見たことない。全く興味ないからね。これ事実だよ。誹謗中傷じゃないからね。全く興味ない、ね、あなたアンパン嫌いな時に俺アンパン全く興味ないって。だって法律に触れないでしょ。金八先生全く興味ないもん、ね。林浩ビデオダイアリーナンバー02134 10% of Nihilism。 人に正しくしようか優しくしようか迷ったら優しくしなさい。人に優しくすることはいつも正しいことです。ブッダね。さあ指数で一番言いにくいよこれだからね、じゃああなた何すんの。また一生懸命嘘の原稿書くの。嘘パーティー読ますの。誰に。お前何人。